はいどうも、りょういちです。それではホールアウト4やっていきたいと思います。今回はね、新しいモッドを入れました。その名もマインクラフトモッドです。あの有名なサンドボックス型のねゲーム、マインクラフトの世界がねホールアウトにやってきました。マインクラフトの世界観がね楽しめるという追加モッドをね入れました。で、それはどこにね追加されるかというと、マップ上で東の方ですね、ここですね、この東の海にマインクラフトグリッチェドポータルっていうのが書いてますね。ここに新しくね世界への通じる道がね開けてるみたいなんでね、ここにじゃあね早速向かいましょう。はい、近づいていくとね船が何やら見えました。この船が何か怪しいな。この船ね何かあるのかな。だいたい座標的には多分この辺だから、この船かな、この船から行けんのかな。おーおー、着いた。おお、すげえ。あ、これは見たことがあるぞ。おお、なんかゲートっぽいのがありますね。なんかネザーゲートっぽいものが。上がれる？上がれる上がれる。よしよし。おお、いいね。ああ、こっから行けるのか。マインクラフトの世界に。ああ、楽しみだな。ここのホールアウトの世界でね、どんな風にマイクラがね、再現されてるのか楽しみですね。では早速行ってみましょうか。あとね、装備、今回装備はね、武器はね、ライトセーバー1本だけです。まあ防具はね、今までと変わらないですけど、武器だけライトセーバー1本で行きたいと思います。まあ向こうで手に入れたやつはね、使うかなと思うんですけど、とりあえずこれで行きましょう。では行くぜ。飛び込め、飛び込む式じゃないんだ。開けるなんだ。ドアなんだ。ドアだ。確かにドアだ。なるほどね。確かにそういう感じか。おー、いい感じに再現されてるね。行くぜ、じゃあ。おー、すげーぞ。すげー。うわ、マインクラフトだ。マイクラの世界が広がっている。うわ、マジか。うわ、バランも、あ、カウズ発見。あ、ロケーション、なんだ、ちゃんとロケーションってなってるんだ。すごいな。ちゃんとできている。うわー、リアル。ここリアルやな。怖い。怖すぎる。こんな前から嫌だよね。牛がバラモンなんて嫌だよね。で、これもしかしてこれって、はい、はいじゃねえよ。スティーブだ。スティーブ。リアルスティーブだ。怖いな、リアルなスティーブ。普通のおっさんじゃん。剣持ってるし。牛笛で剣持ってるし。怖いわ。嫌だなぁ、こんな、スティーブ。こんなスティーブ嫌だ。これ松明か、そして。ちゃんと再現されてるね。このテクスチャーはすごいね。本当にそのものだ。マイクラそのものって感じ。すごい。木もね。うわぁ。ちゃんとできてるね。殴ってみようかな。殴ったら何もないか。さすがに壊したりはできないのかな。スティーブがいっぱいいる。スティーブズガードアウトポスト。なるほど。スティーブの基地かな。ええって言われても。これ金のゴールドアーマーを着ているスティーブだ。すごい、みんな剣を持っているぞ。鉄の剣かな、はい、ちょっと話してみるか。はい。ダメだ。ダメだ。この辺のスティーブはもうダメだ。ダメだな。言葉が通じないようですね。扉。ウッドドア。おお、はい。いる中にも。これダイヤモンドアーマー着てるじゃん。ダメですね、このスティーブも。みんな言葉が通じません、ここの人たちは。まあ、異界の住人だからね。家の中までちゃんとできてるね。いいね。この柱の部分が原木使うあたりがね、いいね。凝ってる感じがするね。で、ちょっと奥にもいろいろロケーションがあるね。行ってみよう。すごい。なんだ？表示されてなかっただけか。急に表示された。レンガだ。レンガが使われているぞ。スティーブホーム。スティーブの家か。全員スティーブだから誰の家かわかんないけど。パワーアーマーステーションがあるぞ。すごい。この辺はリアル。リアルだな。
こんなマイクラの世界でも、まあテクスチャ変えればね、あれでもモッド入れたら、まあちょっとはリアルな作れるけどね。さすがにこんなは作れないよね。あれ、鍵かかってるじゃん。鍵かかってる。開けよう。よし、開いた。やった。おい、あ、猫ちゃん。猫ちゃんがいた。おー、かわいいね。で、武器作業台とかあるし。すごいな。中、外は、外観は本当にマイクラだけど、中はホールアウトだよ。いいね。面白い。あ、ヘアピンの箱がなぜか窓際に置いてある。解除しろってことかな。ちょっとどんどん入ってみよう。よし、入ったぞ。あ、冷蔵庫だ。おお、なんか結構食い物がいっぱい入ってるな。お、かなり豊富な食い物が入ってるな。リブアイステーキ。まあいいか。あ、またあれがヘアピンの箱が置かれている。で、オーブン。おお、ちゃんと分けられてるんだな、部屋が。あ、ここも、お、ここのスティーブかなり厳重だな。すべての扉、部屋の中まで鍵をかけるのか。よし、開いた。まあ確かにね、ここはマイクラの世界と違ってホールアウトの世界ですからね。ホールアウトの世界は危険だからね。危険がいっぱいだから鍵はね、かけとかないとね、すべてに。まあ、開けちゃったけど。ここちゃんとすごい。まあマイクラではね、こんな綺麗なトイレとかね、作れないからね。すごい面白い。違和感。面白い違和感だな。ちょっと猫ちゃんどいて。よし。いいね。いいな、これ。で、よく聞いたら音楽も、音楽がマイクラの音楽っぽい感じの、和やかな音がね、流れてる。お、なんか洞窟もあるね。ゴミ箱。こっちのレンガの家も行ってみるか。すご、でっかいレンガだな。全部レンガだ。お、なんだ。門番か。スティーブ、ダイヤモンドアーマーと。はい。はい、会話が通じねえからな。とりあえず入ってみよう。よし、開いた。ここは、お、レンガハウス。お、お、すごい。パワーハーマーがある。マジか。マスターだ。しかも、ここの鍵。よし。素晴らしい。開いた、開いた。おー、しかも、いいじゃん、このパワーハーマー。あ、でも X01 か。まあまあ、でも十分。いいね。お、で、金の延べ棒が山ほどある。すげえ。おー、いいね、金塊が。なるほどね。スティーブのあれだったんだ。金庫室みたいな。で、フュージョンコア。フュージョンコアだけいただくか。お、しかもなんか、あ、カッパー、じゃ、クリーパー、ビーコン、イビル。なんだろう、これ。スティーブ、ビーコン。これあれかな？呼び出せんのかな？もしかして。ゾンビとか、スティーブとか、ビーコンってことは。呼び出せるんじゃない？一応全部もらっていくか。根こそぎもらっていこう。最後のこのクロウっていうのはわかんないけど。とりあえず取っとこう。全然のお金も奪っていこう。根こそぎ奪っていこう。よし。金の延べ棒。金の延べ棒って何に使うの？まあ金、お金になるか。価値は高いから全部根こそぎもらっていくか。よし。強奪だ。強奪。パワーアーマーはいいか。別にパワーアーマーはいらない。置いていこう。よしよしよし。いいね。ありがとう。で、ここのちょっと外ってどうなってんだろう。あ、外はなんか草原が、平らな草原が続いてるんだ。まあ出れない感じだね。まあジェットパックつけたら出れるのかな。で、お、なんだ。アバンドンケーブ。ケーブってことは、あれか、洞窟か？え？はい？絵じゃない。あ、はしごがかかってる。え？あ、下に続いてるんだ、きっと。あ、猫ちゃんもいる。あ、なんだ。水？海？スティーブ、プール。スイミングプールやって。おお。剣持って。みんな剣持ってる。プールなのに、剣持って仁王立ちしている。誰も泳ごうとしていない。飛び込み台的なものは若干あるけど。水がきれい。超水がきれい。え？相変わらずの反応のスティーブたち。なるほど、なるほど。いいね。面白い。
で、こっちにも洞窟があるのか。こっちの洞窟は何だろう。スティーブズマイニングゾーン。あ、炭鉱か、こっちは。なるほどね。炭鉱と洞窟か、あっちに2つあるね。じゃあ、ちょっと次回、こっちとね、あの洞窟2つ探検してみましょうか。今回はじゃあ、この辺で一旦切りたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。